チャランコクック。はい、今回は1袋39円の、もやし、もう節約レシピの、主役ですね、もやしを使って美味しい中華のピリ辛あんかけ丼を作ります。はい、まず申し訳ないぐらいの豚こま肉 30g に料理酒小さじ2杯をまぶします。これで豚肉の繊維が酒を吸収し、臭みを取って柔らかく美味しくしてくれますよ。で、塩を一つまみ、親指と人差し指で一つまみですね。で、ホワイトペッパーを少々してまぶします。で、このね、お肉に味を入れるこのちょっとした一手間が、ものすごくね、美味しくしてくれます。で、ニンニク一かけは粗めのみじん切りにします。こうね、中華包丁とかがあるともうニンニク一発パチコーンでね、パンパンで叩いてもすぐできちゃう。で、もやし一袋、これはさっと流水で洗い、ザルにあけておく。これで、もやしの鮮度が、生き返ります。ぜひやってください。はい、それではね、作っていきましょう。で、今回中華鍋ですね、よく焼いて油流しして、炒め油大さじ1杯。で、これでまず豚こまを炒めます。で、ニンニクも一緒に炒めましょう。これでニンニクが焦げないように弱中火で炒めていきますよ。はい、で、いい香りがしてきた。で、豆板醤も一緒に入れて、ニンニクと豆板醤の香り、これね、旨味をね、油に移して炒めていくんです。で、ここまで弱火から弱め中火です。で、もやしを入れます。で、もやしを入れたら強火にします。で、広げながらね、もやし全体を炒めていきます。で、ここに今回たまり醤油大さじ1、またはね、スープ醤油で大丈夫です。大さじ1入れて、先に醤油だけ入れて炒める。これするとね、醤油の臭みとかが消えてすごくね、美味しくなります。はい、そうしましたらお湯を 200ml ですね、入れます。はい、したらもう手早く味入れていきます。オイスターソース小さじ2、塩コショウ少々で、砂糖を小さじ1と鶏ガラ小さじ 1.5 入れます。はい、で、ここでちょっと味を見ましょう。うん、美味しい。したら、とろみをつけていきます。で、一回火を止めるか、火から離して、これはね、片栗粉大さじ1と水大さじ1を混ぜた水溶き片栗粉。これを入れていきます。で、ある程度とろみがね、決まったところで、火にかけていきます。で、足りないときは追いかけとして、結構しっかりしたね、とろみをつけていきます。で、しっかりここでとろみをつけたら、しっかり焼いて、片栗粉、これに火を入れるのがね、ポイントですね。しっかりもうこれぐらい、とろみを強くしていいと思います。もやしがね、ほとんど水分なんで、水分が出てくるんで片栗粉は強めです。で、最後ごま油小さじ2杯、これを鍋肌に入れてよく焼きます。ね、これしっかり焼いたことがね、旨味、香り、艶を閉じ込めます。はい、見てください。もう鍋がね、ちょっと焦げつくぐらい、これぐらい最後焼いた方が美味しいです。で、最後にちょっとこれ黒酢ですね、少々、またはお酢、ちょっと入れてください。これで油っぽさが消えてね、優しいね、酸味がします。めちゃくちゃ美味しいです。さあ、温かいご飯の上に乗せます。で、今回は色味でちょっと小ネギをパラリしましょう。はい、もうね、たった39円のもやしね、もういかがですか。こんな風にね、もう美味しいあんかけ、もやしあんかけ丼ができましたね。はい、こんな感じです。それではいただきましょう。いやー、これ止まんない。熱い熱いけど、めちゃんこれトラスープ美味しい。これニンニクのね、風味と、あと豆板醤のね、ちょっとピリッとしたね、辛味というか旨味ですね、塩味、最高でございます。もう暑いけど、もうサジが止まらないうまさでございます。いやー、これ本当にもうやみつきになる味ですよ。もう安いし早いし簡単で最高、こういうのがいいっすね。もう止まらないわよ、最高。もうあっさりしてるから、もういくらでも食べれるし、この味付けがほんとマジやみつきなんですよ。もうこういう簡単で安い中華はぜひね、もうこれだけ覚えてほしいです。もうめいちゃんこウルトラスーパーおいしい。
もうぜひやってください。チャンネル登録、高評価するのよ。また見てねー。